神脳神脳神脳、炎三角神脳は古代中国の伝承に登場する参考語帝の一人。人々に医療と農耕の術を教えたという神脳大帝と尊重されていて、医薬と農業を司る神とされている。薬王大帝、五国仙三角とも神脳は医療と農耕の知識を古代の人々に広めた存在であると伝承されており、 その名は、最古の、本草書、新農本草業の署名にも関され、残されている。伝説によると新農は、木材を使って農具を作り、土地を耕作して、五国の種をまき、農耕をすることを人々に伝えた。また、薬となる植物の紅葉を知らせたとされる。そのために薬草と毒草を見極めようと新農はまず、 赤い鞭で百草を払い、それを舐めて薬効や毒性の有無を検証した。心脳の体は頭部と四肢を除き霊を透明で、内臓が外からはっきりと見えたという。もし毒があれば内臓が黒くなるので、そこから毒が影響を与える部位を見極めたという。その後、あまりに多くの毒素を服用したために、体に毒素が溜まってしまい、 最終的には、王子を服用した時亡くなったという、四川省に伝わる民間伝承では、断腸草という草を舐めたのが最後で、腸がちぎれて死んだともされる。ワイナンコに、古代の人は、野草、水、好み、ドブガイタニシなど海類を取ったので、時に病気になったり毒に当たったりと多く苦しめられた。このため新能は、民衆に五穀を栽培することや適切な土地を、 判断すること。あらゆる植物を吟味して民衆に食用届草の違い、飲用水の可否を教え、民衆に知識を広めた。まさにこの時多くの植物を食べたので、新農は1日に70回も中毒したとある。本草学の始祖であるという伝説的な存在であることから、本草学の書物には、新農という名を含んだ書名の存在したことが見られるが、 その古い時代のものの多くは散逸して残存している。ものは少ない。収益掲示電下に、ふっつぎが没すると新納が治めた。新納は木を加工して農具を作り、農具のメリットを民衆に教え広めた。これは、駅という毛を参考にしたのだろう。また新納は昼に市場を開き、民衆を呼び寄せた。市場では、あらゆる商品が集まり、 人々が交易して帰ると、それぞれは望むものを手に入れていた。これは、税という家を参考にしたのだろうとある。新納の時代に、物々交換などの交易をする市場や店が初めて、できた、とする伝説も、千ロンドにあり、十八市略などでも、人をして日中に死をなさしめ交易して退くとある。館内に五行説が流行するとと,ともに、 南の方角を示す、炎帝角と神皇とが同一視されるようになり、古代中国の帝角として歴史書などに記されている。神皇は初代円帝角ともされる。初代円帝角は古代中国の王で、聖は今日、120歳まで生き、調査に葬られたと言われている。もしくは、陳に置いていたところに移し、140年間在位したとも伝えられている。 帝王世紀には五元のことを発明し、また、ふっつの作った八景を二段に重ね、さらに研究して八 x 八の六十四の毛を作ったとある。新能の末裔たちほのうみかど、新能氏は皇帝との衝突の後合併、融合した。この子孫が後の漢族とみなされている。 精神代に至ると、青春以前に寒水流域に居住していた農耕部族のアレキサンダー氏と同一視されるようになった。伝説では、炎帝と皇帝は異母兄弟であり、国語には、炎帝は商店主が目取った勇士の子で、共に寒中を流れる京水で生まれた炎帝が、京生を姫水で生まれた皇帝が、姫生を名乗ったとある。 また、帝王世紀には、神郎は、母が家用に、遊覧の際、竜の首が現れ、冠王して妊娠し、胸水で生まれ、体は人間だが、頭は、牛の姿であった。火の徳を持っていたので、炎御とも呼ぶ、とある。炎御門、新氏は八代、当鎮に置き、五百三十年間続き、炎御の号を七代にわたって使用したと、伝えられている。その後、 皇帝の治世が続いたということになっている。神話伝説に登場する神の中にも、炎帝、門、神農氏の子孫、末裔であると語られる存在が多くいる。中国国民党の政治家で、中国古代史に深い造形があった五国帝は、その論文の中で炎帝の炎と、彼の伝えたと信じられている焼き畑農業の炎との関係を論じている。 医薬の素である点から、漢方薬業者や医療従事者などに広く信仰されている。また、日本で新農は、新農皇帝の名称で、野市、敵や業界では、守護神、守り本尊として数形されている。これは、新農の時代に、物々交換などの交易をする市場が始められたこと、また、新農の子孫であるとされる、融通王が、 日本で初めての露天賞であるという伝説などが理由であるとされてきた。儀式では祭壇中央に掛け軸が祀られるほか、バクトの任境道に相当するモラルを神道道と称している。ABC 演歌著鈴木博役中国の神話伝説上青日社1993年175から183ページ増田福太郎 台湾の宗教農村を中心とする宗教、研究マイナス要件道1939年、40から41ページ本蔵通信第28号2010年6月30日付、PDF ファイルはイナンコ、おさむつとむくん、フルジャ、ゃ、トミユデクサのミミズ、サイジュモクのみのる、食の肉、ジタ質病毒症の害、おぜ心脳の死教民はしご国、愛とちよ、喪失声高下、 かつてもぐさの地味、水線の管区、霊民地所壁をさむ。当これの時、一日時ち七十六周駅、刑事殿下法義死没、新能施策。儀試し、もみきためらい、大道の折。異教天下、二た所り駅、日中試し、松室殿下の民、厚武殿下の家、公益自体、獲得そのところ、二鳥所税、ABC 帝王世紀、 学者間でも多くの議論がなされて、2004年に開かれた中国の学会では、同一で一様の合意を見たようである。ヤン・ダンケン、楊東がシした、イン・ヤン・ディ・ウェン・ファエン定文化、15、ウィキペディアへ5番エヌ、ヤン・エンペラー、おヒロし、審判官報の歴史、中国、日本の伝統医学、大衆館書店、アジアブックス例76、41ページ。 ISBN 9長7844億6923万3162国語ケーシーザ・チャイニーズ・ヘリテッジニューヨーククラウン・プブリッシャース佐藤一洋新郎のユライフヤシトラの巻1930年新郎社ありがとうございます